いつもありがとうございます。下川です。今日はビジネスホテル、博多のビジネスホテルからお送りしているので、少し小声でいきますね。よろしくお願いします。今日は雑談です。まず一つ目が、セラピスト指導に必要な感覚の言語化について雑談します。で、それが終わってから、新宿テルマー湯店のスタッフ追加募集についてお知らせさせていただきたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。それではまずですね、その感覚の言語化なんですけども、これめちゃくちゃ重要なんですよ。私一人サロンを、まあ、10年ぐらいやってたんですが、で一人でやってる分にはね、別にこういうの必要ないんですけども、やってる時っていうのは体で、自分の感覚でやってました。やってたんです。で、いざスタッフさんを増やして、店舗展開したいなって考えた時に、私が今やってることを再現してほしいんですよね。うん。そういうサロンモデルを目指してたので、私の今やってることをそのまま A さん、B さん、C さんにもしてほしいんです。けど、なかなか難しかった。言葉が出てこなかったんです。もっと強くとか、もっと弱くとか、もっと体重乗せてグワーッと押してねとかは言えたんですけど、それだけじゃね、私のやってることを再現できないんですよ。で、そこで壁にぶつかってしまって、自分自身がやってることを言語化しないといけないなっていうことで、初めてそこで考え始めたんですよね。自分が今何やってるんだろうって。同じポイントを押してても、A さん、B さん、C さんね、同じポイントを押してもらってても、受けてる感覚がそれぞれ違うんですよ。その違いって何ってなった時に、今なら言えるんですけどね。指のあたり、面ですか、点ですかとか、ね、押し込む角度、垂直圧押してますかとか、圧の種類、ね、首やったら指圧で十分じゃないですか、体重乗っちゃってないですかとか、そういうふうにいろいろ言えるんです。これが言語化です。技術の言語化、まあ感覚の言語化ですよね。感覚でやってたことをそのまま言葉として伝えるっていうことね。これね、でこれができるようになると育成できますし、まあ仲間セラピストさんにもお伝えすることができるっていうことですよね。なので、ぜひそういった意味でも、ガチガチ専門ほぐし術っていうのをね、ここ出しときますけど、それを参考にしてほしいと思います。ガチガチさんに聞かせるスキルを論理的に解説しているので、ぜひ参考にして、それを言葉で説明してあげてください。全然違うと思います。スポーツでもあるじゃないですか。例えばその走るトレーニングしてるんだけども、まあ、どんなスポーツでも走るじゃないですか。最初ね、ウォーミングアップで、で指導者は言うんですよ、もっと全力で走れ、もっと速く走れって言うんですけど、みんな頑張ってるんです。選手は A さんも B さんも C さんも全員頑張ってるけど、早い子と遅い子が出てくる。ね。その差は何ですかって。その差を言葉で説明してあげないと、みんな速く走れないんですよ、同じように。ただ単に速く走れじゃダメです。もっと高く飛べって言っても、ね。高く飛ぶスキルを言葉で説明しなければいけないんですよ。じゃないと、みんな頑張ってるのに飛べる子飛べない子が出てくるわけですよね。ということで、セラピストも同じ、技術をみんな同じね、技術を再現してほしいのなら、その技術を言語化にする、言葉で伝えれるようにするのが大切ですよねっていうお話でした。はい。で次はですね、
新宿テルマ湯店のスタッフ募集のお話です。お知らせです。で、9月3日ですね。9月今年の3日に荻窪店から移転したんですよね、テルマ湯店新宿の。で、その時に2名のスタッフさんを募集させていただいたんですが、さらに追加もう1名来ていただきたいです。お客様が増えてきましたので、もう1名来てください。よろしくお願いします。フルで働ける人お願いします。年齢関係ありません。性別関係ありません。セラピスト歴関係ありませんっていうことですね。詳細はガチガチ専門のホームページのスタッフ募集ページがあるので、そこを上から下まで隅々しっかりとご覧になってください。目を通してください。で、動画も貼っ付けてあるんですけど、それも見てください。そうすることでよりガチガチ専門のことが理解していただけると思います。で、そこまで見ていただいてもなおガチ専で働きたい、チャレンジしてみたいっていう方がいらっしゃったら、ページ一番下にあるエントリーボタンを今すぐポチッとしてください。するとエントリーフォーム、名前変えたりね、書いてほしいところ、書いてほしい項目がたくさんたくさん、すごいあるんで、それを全部入力していただいて、一番下に志望動機を書くところがあるんです。私そこすごく重要視してます。志望動機を熱く語ってください。よろしくお願いします。で、その後にそのエントリーフォームが私に届いたらメールで返信させていただきます。場合によっては、履歴書をお願いするかもしれません。そのまま面談のスケジュール調整に入るかもしれません。その時に決めさせていただきますっていう形ですね。はい、もう1名の方、ぜひどんなご縁があるか今からもうワクワク楽しみにしております。はい、皆様のねエントリーお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。本日は以上です。